気に入らん。何がでございますか。何か気に障ることを言いましたか。そんなこともわからないな、マヌケめ。俺様が気に入らないと言ったら、クンネカムンのクソ虫どものことだ。そうですね。そう言われてみれば、確かに気に入りませんとも。決めれば簡単に動かなくなる貧弱なクソ虫。それが生意気にもオールを名乗る。どんな手を使ったか知らねえが、決して卑劣な方法に違いない。気に入らんぞ、クソ虫。てめえ、あのクソ虫ども皆殺しにしろ。はっ！間抜けが、クソ虫どもを残らず皆殺しにしろと言ったのだ。そんな、どのような理由で。俺様が気に入らんか。それだけに。てめえ、いつから俺様に口答えできるようになった。わかりました。カンホルダリ様のためなら喜んでやらせていただきます。そう、せいぜい頑張る。ああ、なぜこんなこと。いよいよ今夜。まさかそのようなことを。主様はあの通りのお方。ただ待っているだけでは寵愛をいただくことなど叶いませんわ。しかしそれがしの方からというのは。愛というものは強引にでもつかみ取るもの。それに殿方はそういった積極的な女を好むものですわ。特に主様はね。あ、そうか、そうであったのか。で、愛とは己の手で掴むもの。父上、母上、今宵どうかは女になりまする。どうしました。いや、何やらおかんが。10日か。どうした。入れ。は。どうした。そんなところに突っ立って。入るのではなかったのか。は。は。正常。ん。本日は良い天気でありまするな。まあ、確かにいい天気だな。もう夜だが。それにしても暑いですな。そうか。今夜は少し冷え込んでいるようだが。何をしている。しっかりしろ、どうか。お前は誉れ高きエヴェンクルガだぞ。こんなことで負けるな。何をブツブツ独り言。そうだ、正常は積極的な女が好みである。ん？寵愛とは奪うもの。どうか。どうし。うわ。正常。なんだ。その愛頂戴いたしまする。
待てトーカ、何をする。愛の営みにござります。愛のってどういうことだ。我らエヴェン・クルガの女は生涯ただ一人の主に仕え、その愛をいただくことが定め。初耳だ。つまりそれはそれとこれと何の関係が。それがし教わりました。愛の営みとはこう密着して様々な寝技をかけるものだと。なんだそれは。ある意味正しいが全然違う。どう見てもこれはただの関節技。待てトーカ、やめないか。いいこと。多分主様は抵抗してやめるように言ってくるだろうけど、ここで大切なのはもし抵抗されてもやめてはダメってこと。なぜだ。袖にされるのは身を引き裂かれるような思いだが、正常の言葉とあらば従わねばならぬ。浅はかね。なんだと。こんな言葉を聞いたことないかしら。嫌よ嫌よも好きのうちに。むう。言ってみればそうやって抵抗してみせるのも儀式の一つということ。本当にやめてしまったらそれこそ浅はかと呆れられますわよ。なんとそんな奥深いものであったか。そうか、そうであったのか。カルラ殿、感謝する。いいのよ、お役に立てて嬉しいですわ。ちょっと待て、なんだそれは。何を言ってる。正常、それがし、今度こそ期待に応えてみせまする。ダメだ、何か激しい勘違いをして、何を言っても無駄らしい。こうなったら、なんとかこの体勢から脱出。技ががっちり決まって腕一本動かせん。さすがは武を誇るエヴェン・クルガ。いや、感心している場合ではない。聖女、そんなに動かれては。顔に柔らかいものが押し当たではなく、動いたら余計に食い込んできて。さて、どうするかな。いかんな、もうこんな時間か。ずいぶんと長いしたな。さ、ゆずはもそろそろ休む時間だ。
どうしていつも親切にしてくれるのですか？どうしてと言われてもな。ユズハはいけない子です。いけない子？いつもみんなに迷惑かけてるのに、わがままです。何を言ってるんだ。迷惑なんてかけていないし、わがままも言ってないだろう。でもこんなにしてもらっているのに、こんな迷惑をかけてるのに、アクオル様ともっと一緒にいたいと思ってしまいます。もっともっとそばにいてほしいと思ってしまいます。だからユズハはわがままでいけない子です。ユズハ、そんなわがままならもっと言っていいんだぞ。でもユズハは今までわがままを言わなかった。だからこれからはどんどんわがままを言ってもいいんだ。よし、何かしてほしいことはないか。ユズハのしてもらいたいことを言ってごらん。ほら、遠慮するな。手をつないでもいいですか？ああ。次は？他にはないのか？あるのか。ほらほら、遠慮するな。お顔を触ってもいいですか？ああ、いいよ。ユズハを兄者の質に加えてやってくれ。さて、どうするかな。この歌声はウルトか。美しい歌声だ。ウルト、ちょっといいかしら。でしょうか。ねえウルト、その子かわいい？ええ、とってもそう。この子、私をマーマと呼んでくれたんです。私を昔ね。はい。昔動物を飼ってましたの。と言っても裏庭で飼育されていたものの一匹を可愛がってたと言った方が正しいですけれど、その子は特に可愛く人懐っこくて、世話していた人に頼んで
餌をあげたり触らせてもらったり。でもそんな私を見て、その人は辛い思いをするからやめた方がいいって困ったように言いました。その時はどうしてそんなことを言うかわからなかった。だからその言葉を聞き流してましたの。それからしばらくして祭りの日にごちそうが並べられました。私はそのごちそうに舌包みを打って、そして幸せ気分でいつものようにあの子のところへ行きましたの。でもそこにはもうあの子はいませんでしたわ。なぜですか？いるわけありませんわ。なぜってその時その子は私のお腹の中でしたもの。考えてみれば当然ですわね。あの子は食用として飼われていたんですもの。遅かれ早かれこうなる運命でしたの。でも当時の私はそんなこと考えもしませんでしたわ。ただ可愛くて仕方なくて、その後のことなんて考えもしなかった。悲しかったですわ。悲しくて初めて大泣きしましたの。そしてその時やっとあの言葉の意味が、辛い思いをするといった意味が分かりましたの。回りくどい言い方だったけど、何を言いたいか分かってもらえたかしら？いえ、私には何のことか。とぼけるのはおよしなさい。せっかくあなたのためを思って回りくどく言ってあげましたのに。私は用事がありますので、これで。でしたら単刀直入に言ってあげますわ、ウルト。それ以上その子に深入りするのはおよしなさい。それだけ辛い思いをするからですか？でしたらそれは違います。別れが辛いからと。カムナギ相手に討論も説法もするつもりはありませんわ。それに言ったはずですわよ。とぼけるのはおよしなさいと。あなたは深入りしすぎてますの。実の母親以上にその子を愛してしまっている。この子には愛情が必要なのです。母のぬくもりが必要なのです。もし母親がその子を引き取りに来たら、あなたその子を手放せて。それは。まあまあまあ、どうですの？手放せます。本当に？ええ。それを聞いて安心しましたわ。なら、その子は連れて行きますわよ。え？手放せるのなら、今でも後でも変わりませんもの。あとは私とエルルーで面倒見ますわ。なぜです？まだこの子の。何をそんなに慌ててますの？私たちが世話をするというだけですので。この子に会いたければ、いつでも会えますのよ。ですけど。この子を手放せるのではなくて。それは。もう少し。お願いです。もう少しだけ、この子の母親が見つかるまで、それまでそばに。エルルーが心配してた通りですわね。そうしたらあなたは二度とその子を手放せない。お願い、ウルト。私はあなたを腹を割って話せる数少ない友人だと思っている。だからもう一度だけ言いますわ。その子をお渡しなさい。カルラ。嫌だと言っても腕ずくで連れて行きますわ。恨んでくれても構いませんわよ。この子は誰にも渡さない。
手遅れだったようですわね。勝手になさい。ガルラ。見てらしたの？盗み見するつもりはなかったんだが。いつも困らせてくれる仕返しをしようと思いましたのに。あんなにムキになって拍子抜けしてしまいましたわ。ガルラ、すまない。本当ならあれは私が言うべきだった。まさかあそこまで思いを募らせていたとは。あの子の父親と母親はアトゥ族とヤタム族の若君と姫君ですわよ。まさか母親が見つかったのか。アトゥとヤタムといえば長い間対立していた豪族。そこの二人が祝福されぬ恋をして、そして駆け落ちして、結局見つかって連れ戻されそうになって、最高にお人よしな誰かの噂を聞いて、団長の思いで愛しむ、そんなところですわ。これだけの条件が揃ってましたもの、すぐに見つかりました。そうか。その報告を受けていなかったことについては聞かないとしよう。アトゥとヤタムがこのことを知れば、すぐにでも一族総出で頭を下げに来ますわ。オーロとオンカミヤムカ王女の手を煩わせたのですもの。一瞬でお家取り潰し、そしたらウルトの母親ごっこはおしまい。そっか。同情はしませんわよ。これはウルトが望んだことだから。